我々レッスルワン内部でちょっとはぐれてるっていうことで、はぐれ連合軍っていうのが、まあ、会社は認めないって言うんですけど、あの ある会見ですよね、レスランの、あれは EWA とか、連合軍で集まった時の会見の時に、まあ、私と野沢さんが不在だったと、そこに対して、まあ、残ったメンバーが、まあ、我々は別でこう用事があったわけですから、そうですね、はい、それとは別のなんか文句を垂られたので、近藤さんしかり、まあ、野沢さんしか、野沢さんじゃない、河野さん、笠井さん、まあ、僕もあのね、笠井さんは同じチームのメンバーだと思ってたんですけども、まあ私にしてはあの気づいたら隣にいたという、まあ私のね、気持ちとしてはちょっとあの裏切られたような、そういう気持ちになりましたし、まあ野沢さんは野沢さんでね、もうちゃんと仕事はあったのにもかかわらず、まあ来ないと、チャンピオンなのに来ないと、なんで来ないんだと、連合軍のガンだってありますからね。あ、そうですね、連合軍ガンという、これはまさに我々はその同じ連合軍の中でもはぐれてるんではないかなと、そういうところから私たちが、ちょっと立ち上がったわけでございます。一切会社はぐれ連合軍認めてくれないですけども、我々はもうはぐれ連合軍だと思ってるんで。そうですね、もう気持ちはもうはぐれてますんで。で、そういうわけで、あの、まあ、マナーレッスル1ですけど、私一応東京グレン隊の人間なので、東京グレン隊プロデュースで、はぐれ連合軍興行を、タイトルははぐれメモリー4月4日新宿フェイスを抑えたので、まあ、あの、多分我々の他にもプロレス界にははぐれたいやつ、はぐれてるやつがたくさんいると思うんで、まあ4月4日まで時間があるんで、まあ面接、スカウト、引き抜きをして、ちょっとあの東京グレン隊プロデュースのはぐれ連合軍興行をマナと2人でやるっていう、今日は発表というか会見ですね。まあ、あの SNS でもしかり何でもいいので、はい、まあ、あの俺ははぐれてる、いや俺もはぐれてると、そういう人にちょっとぜひともね、アプローチをいただけたらありがたいなと。このプロレス界のはぐれを活性化させるために、はぐれの活性化を我々図っていきたいなと。そういうことです ね思ってます。はぐれたいのにはぐれれないやつ、我々2人が背中を押しますよ。そういうわけで、まず4月4日全日本プロレスの諏訪間、はぐれたいんだろうって、俺たちがはぐれさせてやるから。はぐれたいんですか。あれ多分はぐれたいですね。ああ、なるほど、はぐれたいんですかね。やっぱいろいろあるんですね、はぐれたいという。諏訪間はぐれればいい、他にはぐれたいやつとかいたら教えてください、ちょっとね、情報全部我々にリークしてください。すぐ面接しに行くんで、そのわりお酒を交わしていきたいと。そうだね、我々の活動は SNS でお前らかちゃんと確認してるか。毎日飲んでますからね、やってんだ、一番活動してんだぞ、毎晩毎晩お酒を交わして、それがはぐれのあれです、根本ですよ。ただの酒飲みやんか。まあお酒飲めなくてもその場所にいるということですよ。やっぱりはぐれで集まる、はぐれで移動する。はぐれに来たらオーパスワン飲めるぞ。確かにそう、メモリーで最高のね。まあ、あと武藤さんもね、はぐれたいんだったら出ればいい。武藤さんは、いや、もしかして家族とはぐれたいとかする。やめとけ、それはダメだろ、お前。それないですか。ああ奥さん言うよね。そう、お酒入ってないですからね。シラフですよ、はい。まあ、あの、本当、はぐれたい人間、どんどん来ればいい。前半の諏訪間選手がはぐれたさそうに見えたっておっしゃってたんですけど、そういうなんか
基準というか。それはね、俺の知り合いのブラックタイガーセブンが、あの今全日本プロレスさんで、あの須田間と交渉をしていて、非常に彼はもうはぐれたいんじゃなくて、もうはぐれてんじゃないかっていう連絡が LINE で来たんで、ならばじゃあ出ればいいじゃんっていう、背中を押してやるよっていう、だから諏訪間に対する我々のラブコールですからこれ、ブラックセブンさんを応援しました。俺なんだブラックセブンって、ブラックタイガーセブンだろ、ブラックセブンってなんだブラックデビルみてえじゃないか。大事なとこちょっと省略してたんです。この間あの全日本知り合いなんですか。知り合い、結構間違えられたりするんだけど、いや多分全然違うと思うんですよ。全然違う。で呼びます、ブラック、ブラックさんも。いや、何ですか、スペイン語で喋らないとダメですかね。そうだね。あ、ちょっと、まあ、ダメだな、俺コミュニケーションとね、ノサーロンガイとブラックタイガーセブンは全く無関係だから。うん、俺とノサさんとやっぱ3人で組んでみたいなっていう、ブラックス、あのセブンの。なんでそこをそんな はぐれはぐれみたいなこと言うの。さらにはぐれんのか。いやいやいや、やっぱあの仲間は多い方がいいじゃないですか。これ大丈夫か、これはぐれ連合軍工業。おい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 。いやいや大丈夫ですよ。我々は、はい、問題ない、もう問題大丈夫です。連合軍の方の反応はどうなんですか。知らない、勝手にやってますからね。どうだろう、まあ、気にはなってんじゃないですかね、やっぱり。別に連合軍の中でもはぐれたい人間いれば、素直にはぐれればいいじゃない。そもそも、ね、言うはぐれちゃいなよ。レスランデのあれじゃないのですか、あのニューエラーとかあいつらの中に多分いるはずですよ。そうだよ、はぐれたいやつ本来は来ちゃえよって、何をビクついてんだよって、もう、ね、業界全体巻き込んでね、あのちょっとムーブメントを起こしてやろうと思ってるんで、別にレストランにはそんなこだわってない、やっぱ全日本しっかりね、ドラゴンゲートさんとかね、そういうのもいるし、まあ、あとやっぱはぐれのね、はぐれのパイオニア剣道家臣さんなんか、そうですね、ちょっと事業を受けに行こうかな。あ、いいですね、大学に、大学に入れるかな、はい、多分あのそのサウナとかああいう感じに厳しくなる。また俺批判。そんなことはないです。まあ、お酒あったらグイだよ今の。今日やっちゃいます。まあまあ。まあ、まあ、多分まあ大丈夫じゃないですかね。まあ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 。もう本当業界を巻き込んで やろうかなと思ってるんで。ただまあ一応レステルワンの人間なんで、今日この場所借りてるってだけで、レステルワンとは一切関係ございません。あくまでも東京グレンタイプロデュース工業なんで、でも私の気持ちはもうあのはぐれ連合軍というものにちょっといいね、そこ頑張っていきたいなと。はぐれとは何ぞや、そういうものをやっぱりこのプロレス界にガツンと一石投じたいと思ってます。